こんにちは、ネギオです。本日も船橋市場に行ってまいりまして、美味しいところね入れてまいりましたので、仕込みをしていきたいと思います。よしよし、こちらがねアジでございます。よいしょ、今日はね三重のアジでしたかね。よいしょ、さばいてまいります。よいしょ、今日もねちょっとねアジあんまりね物がなかったですね。よいしょ、やっぱりかなり各地で取れてないとかね、天気の影響とかがありそうな感じがね結構しておりますね。よいしょ、さて今回はねタイトルはですね、物価高でね何でも高いってことでね、そんな中ね高級品がね安くなってるってことでねしといたんですけれども、まあ今ねかなりね何でも値上げと来ているところですけども、そんな中でね、よいしょ、北海道のね高級品がねちょっとね安くなってるよみたいな話で出ておりましたね。よいしょ、まあ結構ね前からね取れてるよって話題になってるんですけど、まあズワイガニですね。よいしょ、ズワイガニがね今結構安くなってるんですよね。よいしょ、まあズワイガニはズワイガニでも、あの大ズワイっていうね、よいしょ、去年ぐらいからね結構ねいっぱい取れてるっていう話題になってるズワイガニですね。よいしょ、そちらがですね、まああんまりね値段がつかないようでございまして、かなりねお安く売っているっていうわけなんですね。よいしょ、まあ今ねこちらのね船橋とかにも結構来ておりまして、まあ今日も結構入ってましたね。まず在庫がまだあるんで買いはしなかったんですけど、よいしょ、まあ普通にね3桁ぐらいで割とねそれなりの大きさのやつが1杯買えちゃうので、よいしょ、かなりねお得感あるなーっていう感じはあるんですけどね。お、コメントありがとうございます。美味しそうなアジですねありがとうございます。今日三重のアジですね。まあ今ね結構アジ太ってるやつが多いんで頑張ってね選んできたんですけどね。よいしょ、まあ今日はねアジの在庫的にはかなり少なめだったんで、やっぱ取れてないとかね天気関係の影響なのかなってとこなんですけどね。よいしょ、そんな中でもいいやつを選んでまいりました。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。こちらね、アジからさばいております。ちょっとね、自分が好きなアジからするとね、ちょっと小さめなんですけどね。もうちょっと大きい方が、アジのね、旨味とかがしっかり出て、まあ自分は結構そっちのが好きですかね。ちょっとまだねこれぐらいだと 若すぎるかなみたいなところがあったりしますね。よいしょ、いて、よいしょ、まあそんなわけでね、まだまだ大量に取れてる大ズワイってやつなんですけどね、まあかなり成長が早いみたいで、それで大量にねいるようですので、まあ北海道の現地でもかなり大安売りしているみたいですし、よいしょ、こちらとかね関東でもね結構お安くなってるっていう次第でございますねお、ありがとうございます。いいアジの目利きとしてどの部分に重きを置いてますかそうですね、まあ割と目利きは魚全体共通するとこなんですけども、よいしょ、やっぱね太ってるやつを
選んであげた方がいいっていうことでして、よいしょ、追加です。おっとっとっと、まあ太ってるねものを選ぶポイントっていうのがね重要になってきますね。よいしょ。まあ一番簡単なのはね、こうパッと見た時に小顔かどうかっていうのが結構重要になってきますね。よいしょ。まあ太ってきても頭はねなかなか大きくならないので、まあ人間とかもでそうだと思うんですけど、なのでよいしょ、相対的にね頭がちっちゃく見えるやつの方が体が太ってるってことになるので、こうパッと見てお小顔だなっていうね、こっちの方が顔ちっちゃいなっていう方やつを選ぶっていうのが一つですし、実際に脂が乗ってるかどうか、調べるときはですね、まあ、こっちのお腹のところはなあのご飯いっぱい食べてれば太ってるので、こっちじゃなくて こっちですね、このヒレのとこのここが、まあ、人間でいうね下っ腹的なところなので、そっちのヒレのあたりがね膨らんでるやつは脂も乗ってるアジでございますのでね、まあ、脂が乗ってる魚でございますので、そこですね、お尻の後ろのヒレのところですね、そこの身がねいかにね盛り上がってるかっていうのを見てあげると、まあ他にもいろいろね見るべきポイントはありますけども、そこがね結構簡単ですかね。よいしょ。お、あれです、アジ釣れたこれはですね、あの今日市場で先ほどね仕入れてまいりました。よいしょ。うちのね最寄りのね船橋市場で買ってきましたね。よいしょ。まああのうちがお寿司屋さんですので、よいしょ、それのね仕入れをしてきて今その仕込みをしていくってとこでございます。よいしょ。ネギお寿司のねネギおと申します。よいしょ。千葉のね鎌ヶ谷市ってとこでお店やってますね。よいしょ。今日はこちらね三重のアジでございます。よしよしよし。お、あれです、いい記憶ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。あれです、よいしょ。そんでね、大ズワイもね結構ね新鮮度がよくね取れてくるみたいでして、よいしょ、こっちのね千葉県の方まで北海道からね生きたまま来てるんですよね。まあもちろんねあの弱って死んじゃってるやつとかもねあるので、その辺はねまあできるだけ生きてるようなやつとか、まあ生きて動いてるカニがいいですよね、やっぱカニもね。こちらカンパチですかね。今日は鹿児島でしたかね。よいしょ。鹿児島のカンパチでございます。ちょっとね少し細めですけどね今回はね。よいしょ。まあカニの目利きもねまあ結構簡単っちゃ簡単なので、まあ今その安いね大ズワイがね市場とか入ってますんで、多分スーパーさんとかでもね出てるのかもしれないですよね。結構それぐらいお安いのでね、まあぜひこの機会にといったところなんですけれども、まあカニの目利きっていうとですね、まあまず一つ目はその生きてるかどうかってやつですよね。結構鮮度よくこっちまでね関東とかまで来ますので、生きてるかどうかまず見ていただいて、よいしょ、あとはやっぱりいいカニはね身が詰まってますので、こう殻とかのとこがね持って重いかどうかとかね
ずっしり感があるかっていうのは結構重要になってきますね。結構ね、本当にね、まあ、大ズワイが成長が早いかもしれないですけど、結構スカスカのやつもいるので、その辺はね、結構注意していただいたらいいかなと思いますね。スカスカで、よいしょ、軽いやつはね、なるべく避けていただいて、よいしょ、軽い子はあんま入ってないんでね、よいしょ、まあ、ずっしりしてるやつですね。あとはたまにいるのが、あの甲羅のところにあの穴が開いてるやつですね。カニの甲羅に穴が開いてるやつがたまにいるんですよね。なんかそういうやつはね、やっぱね、なんか中身が出てっちゃってるのか、まあ、弱ってるのか、割とスカスカだったりすることが多いので、まあ胴体とかお腹に穴が開いてるやつっていうのは選ばないようにしましょうっていう感じですかね。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、こちらね、今カンパチさばいております。よいしょ、まあカニはね、そんなところを注意してもらってですね、で今やっぱりね、その大ズワイが取れてまして、かなりお安くなってるって感じですね。まあ、なおかつ最近はカニといえばね、ワタリガニとか、あとは丸ガニっていうんですかね、あのなんかワタリガニ系のちっちゃいやつがね、よいしょ、今日も結構入ってましたね。まあちょっとちっちゃいんでね身も取りづらいと思うんで、なかなかちょっとうちでは使わないですけどね。まああの辺もね、結構お手頃のカニなのでね、よいしょ、なんかちょっと贅沢したい時とかね、汁物とかではいいんじゃないでしょうかね。よいしょ、もう一本カンパチですね。よいしょ、まあとはいえね、なかなかね、カニをね、こう買ってきて全部食べるっていうのは結構大変だと思うので、まあやっぱり鮮度のいいところでね、冷凍しちゃうっていうのが結構おすすめでございますね。カニは結構あの鮮度の落ちがすごい早いので、まあ冷蔵とかでね、ほっぽっておくとね、すぐ真っ黒になってしまいますので、よいしょ、まあそういうのをね、防止するためにも、まあ買ってきたらもう生きのいいうちに仕込んじゃって、まあ自分だと足を取る感じですかね、胴体から足を全部取っちゃって、よいしょ、まあその鮮度のいいまま冷凍しちゃうっていう感じが、よいしょ、いいですかね。よいしょ、まあ割と使いやすいんでね、まあ焼くときにもね、その凍ってる状態から、まあそのまま焼いてあげたりとか、よいしょ、いろいろしちゃってあげればいいのでね。まあ生で食べるために外すっていうのはちょっと結構難しくなってきますけどね、冷凍しちゃうとね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、カンパチでございました。お次がこちらね、コチでございます。よいしょ、富津のコチですね。よいしょ、もうほんとね、千葉はね、コチがいっぱい上がってますのでね、よいしょ、まあ富津なんでちょっと内湾に入ったとこって感じなんですかね。よいしょと、まあ夏のお魚って感じでしてね、身が締まってて旨味があって美味しいお魚でございます。お、ありがとうございます。おはようございます。ございますおはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、
こちらね、コチをね、さばいております。よいしょ。まあ、去年とかね、割と年中入ってたコチだったんですけど、まあ今シーズンというかね、今年はね、冬の間は入らずに、よいしょ、よいしょ、最近ね、やっぱり時期なので入ってきてるって感じにはなってますけどもね。よいしょ。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。こちらね、今コチをさばいております。よいしょ。お、どっちも女の子ですね。よいしょ、よいしょと、よいしょ。まあそんなお安くなってるカニなんですけどね、まあ味噌汁とかでね、召し上がることがね、結構多いとは思うんですけども、まあカニの身がね、美味しく、身を美味しく食べるんでしたら、まあ自分のおすすめはやっぱり焼きかなって思ってますけどね。焼きガニね、美味しいですよね。よいしょ。その水分も減って濃厚さとかも出てきますし、よいしょ、香ばしいね、香りもね、いいですよね。よいしょ。さて、お次は、お次はこちらですね、ハタでございます。三重のね、マハタでございますね。よいしょ。先日もね、ハタのお話をしたんですけども、なんかミーバイって言うんですかね、沖縄とかだとね、そうやって言うんですけど、ちょうどね、陸上養殖って話をしてるやつだったので、これもなんか養殖物っぽいんですよね。この大きさで大量に入ってましたのでね、よいしょ。まあその中でもね、太ってるやつをね、選んできたんですけどもね。よいしょ。まあ、ハタの種類もね、本当にいっぱいいるんですよね。先日話をしてたヤイトハタとか、キハタとかね、赤ハタとかね、なんかいろいろいるんですけど、まあ割とみんな上品でね、身が締まってて、まあ高級魚ですねって感じなんですけど、まあ自分はこのマハタが一番好きですね。よいしょ。やっぱりね、その上品な中にしっかりした旨味が あるんでね。ハタ系はね、結構上品で身が締まってて、こう後から旨味が出るのかなって思って待ってると、旨味が出ませんでしたみたいな感じで終わっちゃうのが多いので、ハタですね。ハタの仲間はね。よいしょ。まあその中でちゃんとマハタは旨味が後から出てくるので、自分はやっぱマハタがね、一番美味しいかなって思ってますね。よいしょ。お、コメントありがとうございます。よいしょ。お、コメントありがとうございます。ハローフローコリアン。お、韓国からですね。ありがとうございます。お、ラブ&リスペクトオンコリア。ありがとうございます。嬉しいです。 Thank you. Thank you for your comments. ありがとうございます。こちらね、ニシンでございます。今の時期にね、よいしょ、結構取れております。おっとっと、脂分が太ったニシンですね。お、あれです、ごめんなさい。いえいえいえ、上品ってどんな感じですか？そうですね、自分が上品っていうと、あの、なんていうんですかね、魚臭さがないみたいな、そういう感じですかね。こう、まあ特有の香りはあっても、こう生臭いというか、
ちょっと臭いなみたいな感じの香りはないっていうのを自分は上品ってよく言ったりしますかね。はい。よいしょ。ちょっと中のお腹の精度は若干下がってますね、ミシンね。まあ、この時期そんなに値段もつかないんであれかもしれないですね。ちょっと扱いがあれなのかもしれませんね。まあ時期外れというかね、なのか、まあもともと取れてるんだけど北海道内で消費しちゃうのか、ちょっとその辺の詳細は分かりませんけど、以前だとこの時期にニシン出てこなかったんですよね。ですけど結構今ね、結構ニシン脂乗ってて美味しいですね。お、あれですこんにちは。 I click like ボタン、エンジャイはスリーミングありがとうございます。お、ワンデー I will visit you all リギュー寿司あ、ありがとうございます。そうしましたらね、概要欄のところに LINE のアカウントがありますので、 LINE の URL があるのでね、そちらから、はい、もしよかったら登録していただいて LINE 送っていただくと、頑張ってね英語ででもお返事しますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よいしょ。ね、ネギお寿司の LINE で送っていただけたらと思いますのでお願いします。よいしょ。 Thank you for your comments、 ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。こちらですね、トビウオでございます。よいしょ。今日は岩手のトビウオですね。よいしょ。トビウオも割とね、あったかい方のお魚な感じがするんですけど、よいしょ、岩手まで行ってんすかねやばいですねあ、鱗取ってんねや。よいしょ。最近ね、いろんなとこでね、いろんなお魚取れるんでね、難しい時代になりましたね。よいしょ。お、あれです、ありがとうございますちょっとすっきりしました。テレビ動画で見てるとコメントにごまかして使う言葉に聞こえて着熱しますでしたなるほどですまあ確かにそういう面もあるかもしれないですねありがとうございます。よしよしよし。お、あれです、魚は水を流しながらさばくような動画をよく見ますが、やはり本来なら極力水に触れさせないようにさばいた方がいいんですか。そうですね、はい、まあベストで言うなら、まあ、水に触れさせないのが一番なんですけどね。よいしょ。まあただ鱗とかね、取る時とか結構飛び散ったりとかするんで、よいしょ、まあやりやすい、やりやすさというかね、そっちを重視して水で、水をでかけてね、砂漠とかね、よくやりますね。まあずっとね、その鱗取った後とかもずっと流しっぱでやる魚屋さんとかもいらっしゃるんですけども、まあさすがにね、あそこまでやっちゃうと結構水が入るんで、まああのね、いっぱいさばかなくちゃいけないとかね、そういう仕事のね都合とかであればしょうがないですけど、まあもしね、いい、よく美味しいお魚に仕込みたいっていう場合であれば、まあ鱗を洗うとき、あ、取るときとか、まああとはね、あの内臓取った後の洗うところはお水でね、しっかり洗ってあげないと、今度はね、食中毒の、よいしょ、衛生的な面をね、回避できないのでね。よいしょ。まあよくね、暖かくなってくると食中毒増えますよっていうと思うんですけども、そのね、あの海の菌の増える速度が速くなっちゃうんですよね。まあお魚、まあ、海水魚食べるんで、
その食中毒に当たるときは、まあ、海の菌がね、で、まあ、海の菌が悪さをして当たる場合が多いんですけども、まあ、最近ね、寄生虫とかもありますけどもね、その海の菌がですね、まあ、海の中におりまして、まあ、海の中ってことは、まあ、魚の内臓とかもね、その塩分環境の中なので、お、結構しっかりした飛びっこですね。魚のお腹の中、内臓とかのね、周辺とかに結構いっぱい菌があるんですよね。それなので、お腹を開いた後には、まあ、必ずね、真水の流水とかで洗ってあげるといいですね。まあ、よくたまり水というかね、あのボールとかに溜めて洗う方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりボールに溜めていただくと、その場でね、塩分濃度がね、変わってきてしまいますので、まあ、その辺のね、確実性が損なわれちゃうと、やっぱ衛生管理のとこなんで、まあ、ちょっと良くないかなと思いますので、まあ、流水でね、もう必ず真水で洗ってあげていただくと、まあ、海の菌なのでね、水でやるとあのバーンって破裂しちゃうんですよね。破裂しちゃうので、まあ、水で洗ってあげると、そのね、消毒にもなるので、ぜひぜひね、しっかりね、真水で洗っていただけたらと思います。よいしょ、お、ありがとうございますあらパークさん、ありがとうございます。スパチャ、ありがとうございますありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございますThank you for your comments. ありがとうございます。しょ、おー、コメントもたくさんありがとうございますバリカイノフィシエニコリアモストオブザレションリミテールオフィハウディスポインティッなんとなく分かってるの分かんないのですいません、英語でなかなかありがとうございます。 Thank you for your comments. ありがとうございます。よいしょっと、よいしょ、さてお次はと、あ、そっか、あ、いける、よいしょっと、お次はね、カツオでございます。今何かと話題になってる気仙沼のね、カツオでございますね。宮城気仙沼です。お、ありがとうございます。ありがとうございます。納得しました効率重視なんですね。ビブリオマ水、あ、そうですね、はいこちらこそコメントありがとうございます。よいしょ、ね、そうですね、多分いちいち水止めたりとかするのもめんどくさいとか、そういう感じなんだとも思いますね。よいしょ、周りを鱗取るとき水で流してね、また中洗うときにまたつけてってやると、結構ね、回数が増えてくると時間が取られちゃいますからね。よいしょ、まあ、うちはやっぱり質重視なんで、それ以上はやらないですけどね。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。お、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、今はね、カツオさばいております。よいしょ、いつもね、お寿司屋さんの仕込みをしておりますのでね、よろしければぜひといったところでございます。よいしょ、お、ありがとうございますThank you for your comments. ありがとうございます。 Looks fresh ありがとうございます。 Thank you よいしょ、よいしょと、カツオもやれましたね。よいしょ、さてお次は珍しいね、高級魚入りましたので買ってまいりました。よいしょ、こちらがね、
関サバでございますね。大分の超有名なね高級魚ですね、関サバ。大分県のね、あの佐賀の関っていう場所で取れるね、まあ大分の海流がねいいとこで、すごい身が締まってて、なおかつねその釣った後の締め方とかにもねすごいこだわってるお魚でございますね。まあ取られる時にね魚がストレスがかかるので、そのストレスが溶けてからね、締めてあげるとかね、いろいろこだわってやってる高級魚ですね。お、あれです、初見です、ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、こちらね高級魚関サバでございます。お、ナイスパありがとうございますですね、まさにですね、ありがとうございます。よいしょ、まあこのね関サバね、まあよくさ言われる高級魚なんですけど、まあ間違えちゃいけないのは、あの脂がねめっちゃ乗ってて美味しいっていうわけではないので、よく関サバ味、関アジとかね関物を食べて脂乗ってないじゃないかみたいな言い出す方がいらっしゃったりとかするんですけども、よいしょ、関のものはね脂が特徴じゃなくて、身の締まりとか、その身のねいい感じの締め方とか、そういうところが持ち味なので、油だと単純に思っちゃうとね、いろんなとこでねあーこの人はあれなんだなーって思われちゃうんで気をつけくださいませ。よいしょ、そしたらお次こっちはね京都のサワラでございます。よいしょ、割と身が柔らかいんですけどね、旨味があって美味しいお魚って感じですね。よいしょ、お、あれです、メンメという魚知ってますかメンメなんですかね地方名とかだとちょっとね全部わかんないんで、メンメってどうだろうな、あんまり聞いたことないですけど、なんすかねすいません、もしなんか他にもよいしょ情報があれば教えていただけたら、よいしょ、ヒットするかもしれないんですけどねよいしょよしと、ちょっと分類とかね種類系はちょっとあんまり専門じゃなかったりとかもしますのでね、申し訳ないんですけど、よいしょ、お、カタクチイワシいっぱい食べてますかね。よいしょよいしょ、お、あれです、キメジ、あ、キチジですか、あ、キチジですね、はいよいしょ高級魚です、赤いです、なるほどですあれですね、キチジって言われるキンキってやつですね、はい、よく最近だとなんかね赤ムツとかとなんかごちゃごちゃにされることも多い魚なんですけど、キンキっていうね高級魚ですね。よいしょ、今日もいましたね市場にね、キンメとはね違ってねキンキってキンキであって、よくキンメダイ、キンメダイとかともね間違えられたりとかもするんですけど、キンメダイとか違ってとはまた違ってキンキっていうねお魚がおりましてね、しまあ割とね高級魚って感じですよね。よ、まあ煮付けとかで食べるのがやっぱ美味しいお魚ですかね。よいしょ、割とちっちゃいやつとかはねリーズナブルに出回ってたりもしますけど、大きいやつは高級魚ですよね。うちではあんまり使わないですけどね。よいしょ、知名度は高いんですけどあんまり生向きじゃないかなって思いますのでね。よいしょ、お、宮城でメンメっていうかもですそうなんですねありがとうございます。へー、よいしょ、いやいや本当ね地方名多すぎてねわかんないですねお、あれです、レギオス様ですお疲れ様です、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、こちらも雨降ってきましてまあ今は自分にはあんまり関係ないですけどね、はい、よいしょ、よいしょっと、サラですね。よいしょ、ちょっと思ったよりも鮮度が微妙かもしれないですね。よいしょ、お、あれです、うまいですよねあの時に刺すと痛いですよ、油強すぎてなるほどなるほど、そうですね、あれがね
トゲすごいですからね。よいしょ。まあ自分みたいに手袋とかするとちょっとねガードできますけどね。はい、よいしょ。ねえ、まあ煮付けとかでね高級魚だなって本当に自分は思いますね。よいしょ、よっこいしょ、美味しいと思いますね。お、あれです、カサゴ系の深海魚まあそんな感じですかね。はい、大体合ってるような気がしますけど系統はどうでしたかね。ちょっとそこはまだ分かんないですけどよいしょよいしょと、うん、ちょっと読みよりも鮮度悪いっすねあちゃーって感じっすねよいしょ。お、ありがとうございます。みのりさん、今からコメント会にいつもお疲れ様ですはい、ありがとうございます。お疲れ様でございます。よいしょと、お、ありがとうございます。このサイズのさはちょうど1週間ほど前に釣ったな油なので皮付き炙りでカルパッチョしたら美味しかったです。そうですね、あんまり、ね、このサイズは油は乗ってないんですけど、旨味があってね美味しいですよね。自分も皮もごと炙ってあげてね、握りとか刺身にしますね。よいしょよいしょ。お、あらす、分厚いゴム手袋でも貫通ですよまあそうですね、はい、あのなんつうんですかね、別にあの防御じゃなくて、あのあれなんですよね、こう刺さったなっていう感覚をあの学習じゃないですけど分かって、そこで止めるって感じですよね防御力はそんなに高くないですけど、よいしょ。ただの指だとね、刺さった瞬間にもう血だらけですけどね、手袋だと刺さった瞬間は分かるっていうね、そういう利点があります。さあ、サワラからいきますかね。どれからいこうかな。この子かな。よいしょ。お、なるほどなるほど、ありがとうございますいえいえ、ガチラガサコメントありがとうございます。よいしょ、サワラでございますね。よいしょ、まあ、サワラもだいぶね資源量がね減ってるようでございましてね。よいしょ、準絶滅危惧種なんてのにもね指定されたりとかも、よいしょ、してるようなお魚になっちゃいましたね。よいしょ、今後ねどういう風になっていくのか、まあ、目が離せないところなんですけどね。まあそういうね関係でやるんでしたらね、ちっちゃいのは取らないようにした方がいいと思うんですけども、まあまだね規制という話までは出てないようなのでね、一応去年そんな話が出まして、で今年特にまだ何も話がないので、そしたら来年に話が出て再来年からとかになるんですかね、サワラもね。よいしょ、よいしょ、ね、ちょっとねどうに合うか分かんないですけど、資源の状況だとね結構規制されてくんじゃないかなってとこですね。どんどんね高くなりそうな予感がするとこですね。よっこいしょ。お、あれですチャンネル登録高評価、他にも動画上がってますので、よろしくお願いいたしますありがとうございますいつもありがとうございます。よいしょ、よいしょ、やっぱり身は結構やわめですね。よいしょと、このまま抜いてあれかなお、あれです、サワラは皮がしっかりしてますよねそうですね、はい、皮しっかりなんですけど身がねかなり柔らかいんで、よいしょ、まあ自分の場合は皮ごと炙って、よいしょ、そのままね刺身とか寿司とかにしておりますね。よいしょ、皮引いちゃう方もねいらっしゃるようなんですけどね、結構身もね柔らかいんで、まあ、その辺ねかなりうまく引かないとボロボロになっちゃうかなって思いますけどね。まあ自分のおすすめは皮ごと食べる方ですけれどもね。やっ
っぱり皮のその香ばしさとか美味しさとかね、そういうのもありますので、それごと食べるのがねおすすめなんですけどね。よいしょ。あ、ほんのり油が乗ってる感じですかね。よいしょ。でこうやって色がついちゃってるところは外してあげますね。よいしょ。色ついちゃってるともうあのね、身がねもう苦くなっちゃってるんで、よいしょ、まあそういうのがねいいっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあそういう方に当たるか分かんないのでね、身に色がついているところはまあ基本的に外すっていう感じですかね。まあ苦玉なんて言ったりする膵臓とかのね、そういう消化液の色がその腹膜膜の方にね移っちゃってるっていう状態ですね。よいしょ、サワラでございました。本当に最後までありがとうございます。もしよろしければね、他の動画とかも見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。楽しかったです。ネギオツ様でした。お疲れ様です。それではまたご都合が合いましたらぜひよろしくお願いいたします。では失礼いたします。